今日はですね、私なんと休みと見せかけまして、実は休みではございません。ほんならなんでこんな遊びみたいな格好してどこへ向かってんねんって話なんです。そうなんです、ごもっともでございますということで、今日は私ですね、リザーブ、まあ、スタンバイでございます。自宅スタンバイ4日間始まりました。はい、4日間で、朝6時から夕方6時まで、いつでも私、会社を私に電話をかけることができるんですよ。で、まあ、欠員が出たフライトとかがあったら、はい、あんたこれ飛んできなさい、いうことで会社から連絡が来るわけです。それがまあ、朝6時から夕方6時まで、いつでもかけてこれるということで、それが4日間あります。で、今日1日目。で、今何時かと言いますと、ただいま午前11時でございます。なので、まあ、午前6時から始まってたんですが、電話は無事かかってきておりません、今のところ。だからこんな格好して、ちょっと、外に出かけているところであるんですけれども、今日まあ、夕方6時まで、かかってこなければ今日はセーフ。で、また2日目、3日目、4日目と、あるわけでございますけれども、まあそんな感じで皆様お付き合いいただければと思います。はい、朝ね6時かかってくるんちゃうか思って一瞬ドキッとしてパッて目が覚めたんですよ。けどかかってなかった。ふーって言ってもう一回眠りに入って、はい、で9時半ぐらいに起きましたかね。はい、で今のところまあかかってませんから、ちょっとまあどうなるかはちょっと誰にもわからないんですけれども、はい、それではスタンバイお付き合いいただければ、それではスタンバイ4日間今回もお付き合いいただければと思います。ありがとうございます。まあそれはそうと、あんたスタンバイ中どこ向かってんの言うて、あれ空港の飛行機のサインちゃうの、あれ、え、あんたもしかして空港向かってんの？え、もう呼ばれたん？仕事呼ばれたん？いえ、違うんです。ただただ空港の横を通り過ぎているだけでございます。空港には向かっておりません、実は。ということで、私の会社はですね、会社から電話かかってきたら、2時間以内に、まあ、その空港に着かないといけないんですね。ということで、それまでに着けばですね、自宅にいなくてもいいというわけで、私はちょっと昼食に出かけております。ほんでまあ昼食ね食べる近くにやってまいりましたけれども、こんな感じで綺麗ね、なんて言うんですっけ、花より団子なんか言いますけれども、いやね、まあ私も団子派、私も完全に団子派やけど、まあ花をね愛でる気持ちはまだ残ってますよ。桜の友達みたいなのがねまだ咲いてます。ソメイヨシノちゃんはもうとっくに散ってるんですけれどもね。でこれ撮影したん4月の後半も終わりも終わりっていう感じだったんですけどね、まあえらい長い間いろんな桜楽しましてもうてますわ。だってね、ソメイヨシノはだいぶ前にも咲いて、もう散って葉桜どころかもう新緑みたいになってますから。せやけど一方ね、4月の終わりにこんな見れるとは。これ何の桜、桜やとは思うんですけど、幹の感じも桜なんやけど、ソメイヨシノじゃないんですよ。友達としか言いようがないんです。桜、桜、見渡す限り、桜、桜、花吹雪が歌いたくなりますね。夜桜お七でございますけれども、はい、皆さん桜ソング言うたら大体桜、桜を歌うでしょ。だから私わざと夜桜お七にしました。なんかおもろい花見っけた、この花何これ。これは桜ではありませんけれどもね。ということで、はい、まあ、ソメイヨシノじゃない桜も楽しんでいただければというふうに思います。桜の花も言って、ね、結構ね大物に歌手になればなるほどアレンジ聞かしちゃうんですけど、普通に元々の歌い方やってほしいですよね。あ、ユズおるやん。え、ユズやん完全に。ゆず今家で留守番してるはずなんですけど、来てた、あんた言うてや。今ね晩ご飯用にね、納豆買ったんですよ。納豆は体にいいって言うじゃないですか。私、納豆昔全然食べれなかったってか食べたことなかったんですけど、大人になってから食べるようになって、で変な匂いする、ここバンクーバー来てから納豆食べるようになったんですけど、今ねさっき日本食スーパーちょっと寄って納豆を買っおうと思った。納豆いつも食べてる日本和納豆があるんですよ。あれ臭くないから好きで、臭いって言ったらあかんけどね、匂いしないから、あれが売ってないからおかしいなと思ったら、今なんか納豆がね不足してるんですって、カナダで。だからなんか結局今買えたの、これおろし納豆というのと、なんかよく小粒納豆かな、で1人当たり3パックまでしか買えないっていう制限付きでございました。はい、納豆不足中です、皆さん気をつけてください。午後6時現在、スタンバイ1日目の結果をご報告いたします。スタンバイ1日目無事呼ばれずに終了となりました。明日も午前6時からスタンバイ業務が始まります。夜更かしに気をつけて早く布団に入りましょう。はい、ということでリザーブ2日目になりましたけれども、
はい、昨日の映像のデジャブですかって、はい、わかります。全く同じ帽子かぶってるし、車の中から言ってるし、同じ映像ちゃいますかって思われるんですけど、一応2日目になりました。昨日、リザーブ1日目はですね、夕方6時回って無事、会社から電話かかってくることなく、呼ばれずに終了いたしました。はい。で、今日2日目ですね、また昨日同様、朝6時から会社は私に電話かけてくることできるんですが、まだ今、現在、午前11時なんですが、かかってきておりません。はい。で、今また車でどこ向かってんの、昨日と同じちゃいますので、はい、同じような感じでですね、私リザーブ中スタンバイ中って料理あんましないんですよ。っていうのも作ってもどっか行かなあかんくなったらそれ食べれずになんかほかさなあかんくなったりしたら嫌なんで、あんまり料理しなくって、で心の余裕も少なくなってるんです、スタンバイ中は。なので外食が多いんですね。で今お昼ご飯ちょっと早めですけど、お寿司食べたいなと思って日本食のレストラン向かっております。はい。で今日2日目もね、まあ、朝6時から始まって夕方6時まで会社いつでも私に電話かけてこれるんで、まあ、ちょっとドキドキしながらお寿司食べに行こうとしてるんですけれども、はい、残り、まあ、今日含めて3日のスタンバイ頑張りたいと思います。一応ね、こんな美味しそうなもん食べてますけれども、スタンバイ中ということでね、餃子頼んだ後、オーマイグッネス、ちょっとニンニク入ってんちゃうと思って、ブレスキア大量に飲みました。そしてお昼ご飯の後はカフェにやってきました。カフェってちょっとボホボホってこうマイクの店から喫茶店と言わせていただきましょうか。喫茶店にやってまいりましたけれども、そちらでですね、大好きなストロベリーバナナプロテインシェイクっていうものなんですよ。で、プロテインパウダー入ってるんで、私はそのプロテイン抜きでっていうことでオーダーするんです。ややこしいでしょ。ストロベリーバナナプロテインシェイクのプロテイン抜きでっていうふうに頼みます。ちょっといつも店員さんがはっていう顔するんですけれどもね。それもそのはず、ラーメン麺抜きで言ってるようなもんですから、それは店員さんもはってなりますわ。で、まあこのカフェでですね、ちょっと動画の編集なんかしながら、おお携帯を常に横に持っておかないとということで、もう携帯はいつ電話かかってきてもいいように音量着信音マックスでございます。そして今日悲しいことなニュースがあります。金魚がね、この池で10匹いたんですよ。でもう何年か 2,3 年ここで過ごしててね、めちゃくちゃ大きく育てたのに10匹なんですよ。今朝起きたら2匹しかおらんくなってて、で、なんか息かき回された感じのね、雰囲気が残ってたから、ん?と思ったら、多分、アライグマみたいなのがいるんですけど、よくここに出没するんです。その人だ、それが来て、魚をね、取ったと思うんです。で、ここにほら、もう食いちぎられた金魚が一匹おるの。結構ショックです。すごく大きくね、育ってたんですよ。まあもう自然の摂理なんかなんかもうそうやって思うしかないけどね。にしてもね、悔しいです。ただいま午後6時現在、スタンバイ2日目の結果をご報告いたします。スタンバイ2日目、無事呼ばれずに終了となりました。明日も午前6時からスタンバイ開始となります。調子乗って遅くまでテレビなんか見てやんと、早く布団に入って寝なさい。ということで、スタンバイ呼ばれないまま3日目に突入いたしました。4日あるうちの3日目ということで、もう後半戦でございます。もうね、スタンバイも残り2日ってなってくると気持ちもだいぶね、軽くなってくるんですよ。まあ呼ばれるとしても2日間ぐらいのフライトしか呼ばれないんで、最長でもね、ということでだいぶ気持ちが楽になってますが、まあ私一体どこに来ているでしょうか。もうだいぶ背景でお分かりいただけたかと思いますけれども、今ちょっとショッピングモールに来てるんで、ちょっと買わないといけないものがあるっちゃある、ないっちゃないというところですけれども、はい、今日はスタンバイ3日目でございますけれども、ただいまもう夕方のね、3時頃なんですけれども、私この感じでまたデジャブですけど、このようにいた格好でおるということは、今日も呼ばれてまだないです。あと2時間3時間ちょっとで終わるんですけどね、このまま3日目も無事終われたらと思ってますけれども、どうなることやらね。今日6時まで、ではまた明日最終日4日目ね、もう朝6時から夕方6時までということですけれども、今もう特にね、今日食べるもんはあり合わせであるもん食べたんですけど、はい、家にいてもね、なかなか時間が進まないので、ちょっと、まあ、この買い物をしがてら電話を握りしめて、スタンバイ3日目過ごしたいと思います。さあ、ここはショッピングモールの中にある、まあ、百貨店って言っていいのかな、ザ・ベイ、ザ・ベイでございます。はい、もうこれね、カナダの百貨店って言っていいのか知りません。まあ、デパートって感じかな、ニュアンスで言うとっていう、まあ、ちょっと一緒か、一緒なんですけど意味はね、百貨店って聞くと大丸、松坂屋、高島屋、阪急百貨店、阪神百貨店なんて思いつきますけども、まあ、そんな感じではないんですよ。もうデパートって感じですね。はい、
さあ、そして私のおかん世代の方であればこれ懐かしいわなるんちゃうんでしょうか。これあのタペストリーって言うんですけど、違うか、なんか昔集めてた言うておかん言ってましたよ、ね、旅行先行ったら。ほんでこちらは靴屋さん。まあね、靴も私はどっちかというと日本で買う方がね、いろんな種類もあるし、サイズも幅広くあるからいいんですけれどもね。まあ、カナダの靴屋さん、まあ、ザ・ベイ、まあ、デパートですから、まあ、どんなもんがあるんやろういうことで見てます。でですね、まあ、仕事用の靴を購入いたしました。いつもやったらね、日本の泉屋っていうね、あのスーパーで、だいたい3000円ぐらいで売ってる軽量のね、黒い革靴あるんですよ。もうそれがね、安いし、見た目も結構ね、しっかりしてるし、なんせ軽いから、もう仕事にぴったりで使ってたんですけどね、ちょっとあの、今回買いがないということで、買いました。デパートでね。私ね、小さい時、まあ、小学生の時でしょうね、まあ、春休みとか夏休みの時におばあちゃんに連れられてね、あの百貨店行ってた思い出しますわ。普通大体の子供ってまあ分かんないですけど、買い物ついて行ったりするのあんま好きじゃないじゃないですか。ごね出したりするでしょ。私ね、もう百貨店とかおばあちゃんと一緒に歩くのめちゃくちゃ好きで、あの百貨店のアナウンスとかも真似してたりして、まあ、変わった子なんですよ前から。やっとわてのシーン回ってきたかい。回っとったっちゅうね。ふぅ、あら、うっせうっせ、気持ちいい天気ですね。くれいくれい、わて映せ言うてるやろ。くれい、景色映してる場合ちゃうんじゃん。いて、言うぞ。わてのこのプリケツをガーッと映さんかい。さき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 行くのは変わりませんね。誰が変わらんのんじゃい。裏声ももう出えへんちゅう話じゃん。変わらんことに意味がある、変わらんことに価値があるでやらしてもうてますんや。トリュフでも探してください。そんな家具やったらトリュフの1個でも2個でもね、見つけてくださったら話が違うんですわ。もうお前が言うてることとワテのアフレコ全然会話なってへんやんけ。全然合ってないやんけ。ちょっと今日のゆずのアフレコっていうか、まあ、ゆずの心の声ね、だいぶちょっと大阪のいかついおっちゃんの声入ってましたけど、渡しちゃいますよ。あくまでもゆずの心の声ですから。最後にワテの可愛い写真でも見て、さっきのこと忘れておくれやし。ただいま6時になりました。スタンバイ3日目の結果をご報告いたします。スタンバイ3日目、無事呼ばれずに終了いたしました。明日最終日やから言うて気を抜かんと、朝早いんやから今日も早寝、電気消し忘れなや。はい、皆さんおはようございます。今日はですね、スタンバイ4日目なんですけれども、ちゅうことでちゅうことで、制服を着た私が画面に映っているということは、仕事に呼ばれました、呼ばれました。ちょんち。はい、ということでスタンバイ4日目でございます。私は制服を着て空港にいます。ということは、はい、そうです、呼ばれましたけれども、私はそんなになんかはぁっていう顔してないですよね。知らんけどって。はい、そうなんです。というのも、行き先結構ハッピーフライト入りました。はい、2日間なんですね。1泊2日のトリップが空いてるけど行きませんかってオファーがありましたので、それではよろしくお願いしますということで、なので今からですねフライト行っていきたいと思います。ということで、次回はですね、スタンバイで呼ばれた先がなんとパラダイスだったっていうお話でございます。はい、その様子はね、次回の動画でお届けしたいと思います。今日も動画最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。もしよければチャンネル登録、いいねの方もどうぞよろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画ですぐお会いしましょう。バイバイ。